ます。はい、はい、どうも赤池です。木村です。今回はですね、第1弾に続き第2回目ということで、木村さんと動画を撮っていくんですけど、今回のお題はですね、不動産投資の仕組み、なぜ不労所得が得られるのかということですよね。はい。で、第1回目の動画を見てもらった方には分かると思うんですけど、やっぱり不動産投資の一番のメリットって不労所得じゃないですか。はい、そうですね。なので、そのなんでこの何もせずに不労所得が入るのかっていう話を、今回その全体像をですね、はい、木村さんに解説していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、分かりました。はい、お願いします。はい。で、やっぱり多くの人は本当にあの不動産投資って何もしなくていいのかっていうふうにね、思ってる人いると思うんですよ。僕もこう最近会う人で、不動産投資ってでもこう、さっきも話したと思うんですけど、こう見に行かなきゃいけないのかとか、はい、掃除とかしなくていいんじゃないかとか言う人が結構いるんですよ。なんでそれって本当にしなくてもいいってことですもんね。はい、そうですね、うん、はい、そこですね。よく聞かれます。やっぱり大家さんになるんですよね、はい、大家さん大変じゃないですかとか、はい、親戚に大家がいるんだけど大変そうですよとか、うん、よく言うんですけど、はい、やり方がちょっとやっぱ違うんですね。やり方をちゃんと工夫すれば、うん、不労所得が得られる。はい、そう思います。ありがとうございます、はい、ただ今回はそれを収入面と作業面の2つに分けて話していこうと思います、はい、そうですね、はい、お願いします。まずあの収入面でどういった軽くりかというとですね、うんうん、収入面もつまり収入が入るタイミングによって2つ、2箇所あるので、2つに分けてお話しますね。はい、はい。収入は2つあるんですね。はい、まず1つは、インカムゲイン。ちょっとこれは専門用語なんですけど、うん。インカムゲインって難しいですもんね。そうですね、うん。はい。うん。これは結局ですね、言い換えると、家賃収入ですね。なるほど。はい。月々のこう家賃を集金するじゃないですか、うんうん、そこから入ってくる、自分たち入ってくる、うん、自分に入ってくるか、お金になりますね。なるほど、なるほど。どういうからくりかというと、結局月々のこう、うん、家賃が、うん、家賃代がありますよね、うん、そこからですね、これが結局入ってくるお金ですね、うんうん、はい、例えば、月額5万円の部屋を10室持ってたら、はい、家賃は50万と、ね、そういうことですね。なるほど、はい、そこからあとは出てくるお金が、うん、やっぱり銀行からローンを、うん、銀行からお金を借りてローンを組んでるので、うんうん、それの月々の支払いがあるわけですね。ローンの月々の支払い、はい、銀行から融資を受けてる分の支払いがあるということですね。そうですね。なるほど、はい。はい、あとは管理費といって、はい、後でお話しするんですけども、そのアパートの管理運営は全て管理会社に委託するので、うん、なるほど、うん、その管理費を払うわけですね。その管理費を払うことによって、はい、自分が例えば北海道に家持ってても北海道に行かなくても、はい、掃除とかもきれいにしてくれるし、はいはい、例えばこう雨漏りがしてもそこ直してくれたりとかってことができるってことですよね、はい、そうですね。なるほど。であとは、まあ、税金ですね、うんうん、やっぱこれはちゃんと税金払わないといけないので、うん、税金ですね、なるほど。固定資産税とかそういうことですか。そうですね。なるほど、なるほど、はい、所得税はもうあるんですか。それはちょっと自分の所得によって前後するんですけども、うんうん、まあ、固定資産税は必ず一律で変わってきますので。なるほど、はい、あとはまあ修繕費ですね。修繕のまあ積み立て、使わなきゃ使わないんですけども、うん、まあ積み立てといった方がいいですね。なるほど。大きなこう修理がかかった時にかかるということですね、はい、なるほど。でこれが大体まあでいくら残るんだと言われますけども、うん、まあこれは物件の規模によるんで、はいはいはい、つまり規模と同じぐらいのパーセンテージで大体残ってくるんで、うん、これ自分の場合だと大体150から1棟あたりね、うん、200万ぐらいとかって、何もしなくても入ってくると。大きいですね、かなり、うん、1棟持ってるだけじゃなく年間でこれぐらい。そういうことですね。なるほど、なるほど、はい、インカムゲインだけでも結構あります。200万だったら月20万弱ですもんね、はい、15、6万とかもらえるわけなんで、はい、ああなるほど。ってことは僕やっぱり思うんですけど、家賃で例えば50万あったとしても、そこからこれいろいろ引かれるからあんまなくなっちゃうかなと思うんですけど、そんなこともないと思うんですか。ないです。なるほど。あ、ていうかそういう物件とか
あと銀行から金利もちゃんと計算して、うん、あとは返済期間なども計算して、うん、ちゃんと計画立てて購入するわけです。あ、なるほど、はい、だからこれが例えば大幅に50万とかになったりすることはほぼないってことですね、はい、そうですそうです。なるほどなるほど、はい、綿密な計画が必要です。これはね、確かに計画なくやってたら、そうそうそう、あのアパート綺麗だから買っちゃおうとかね買ったらあれマイナス100万円まで使っちゃうとかだったら怖いですよね、はいはい、であとあの一応ね、修繕ほとんど発生しないものを購入しますけど、うん、一応万が一にそうやって積み立てとかもするし、うん、あとはあのここは若干満室想定ですけど、うん、若干ねあのクイズが出てもいいっていう計画を立ててやりますから。なるほどなるほど、はい、10部屋あって1人辞めちゃっても、はい、9部屋でも利益が出るぞ、はい、そうですね、はい、なるほどなるほど、はい、そんな感じです、はい、でこれの最大の特徴は、うん、あのちょっとこれ知ってほしいんですけどね、はい、これ時間ですね、うん、これがインカムですね、うん、買った時から、うん、もうこう思っていいわけです。ほぼ一緒です。そうです。ずっと。なんでこれ書いてあるかというと、うん、例えば壁だったら、うん、こんなになってしませんか。ああ確かに。あの時こういうかもしれませんよ。これ、うん、月で考えたらね、うん。でもこうなったりしますよね。そうですね。それがなく、なく、ね、もう驚くほど一定です。確かにそうです、ね。だって自分が住んでる家賃って毎月変わりますか。はい、変わらないですもんね。ですよね。ここ変わらないですよ。ここも変わらないですよね。うん、だから変わらない。なるほど。ってことはもうこのインカムっていうのは毎月本当安定的に収入を増やしてくれると、はい、なるほどですね。毎月20日とかに設定するんですけど、はい、預金通帳に入ってますんで楽しみですね。楽しみですね。楽しみです、ね、最初のうちは楽しかった、だんだん忘れてくる忘れてくる確かに初日とか楽しみです、楽しみですね、はい、そんな感じですね。なるほど。でこれは結局、うん、一等当てなんで、等数増やしていけばこうなっていくんですよ。ああ、なるほど。階段式みたいな感じで、買い足した時にまた上がる。そうです。すべて計算で成り立っていくので、うん、株式上がった世の中どうだとかね、うん、トランプが暴言入ったから下がったとか、ね、ない。なるほど、なるほど、なるほど。リーマンショックが起こっても変わらないみたいなね。リーマンショックの時私も部屋変わらなかったです。ああ、そうなんですね。まあ、そういった、まあ、これも次回で話すんですけども、うん、ちゃんとそういったいいエリアで物件をチョイスしてやることによって、うん、そういったのも影響は本当に極力少なくすることができます、うん、それをなんか計画してちゃんとやってるってことですよね。そうです、そうです。これが大事ってことですね。計画、まあ、ちょっと手法といったらいいかね、うん、なるほどですね、はい、ちゃんとできるものをやると、ね、はい、そうです。なるほど。ですから規模を増やしていけば目標が私は600万台1000万になっていればもちろんね、うん、半年ぐらいで1000万とか忘れ無理ですよ、うん、でもね何年かかけて増やしていくことによって到達できる、うん、本当にコツコツ型ですね。銀行の融資を待って信頼を高めていきながら徐々に上げていくみたいな。はい、そうです。なるほどですね、はい、でもこれが仮に150万から200万でも、例えば2年に1回変えたとしても、はい、木村さんみたいに10年あれば、1000万ぐらいいっちゃうってことですよね。そういうことです。なるほど。よくですね私言うんですけど、うん、時間を味方につける。あ、それはあれですね、ウォーレン・バフェットさんとか言ってたやつですね。長期保有の株などもそうですね、うん、味方につけることですね。ですから若い人ほど有利ですよ、うん、そうですね、早く始めた方がいいです、やるんだったら、ね、はい、はい、ね、これがまあインカムゲインの概念ですね。そうですね、はい、収入面の一つがインカムゲインです、ね、はい、そうですね。まとめると家賃収入のことで、はい、毎月こうちゃんと計算されてるんで、もうほぼ一定額が入ってくるというのが大きなメリット、ね、はい、そうです、はい、でもう一つがですね、うん、キャピタルゲインになります。また難しいですね、キャピタルゲインはい、これは日本語で言うと売却かな、売却利益ですね。ああ、なるほど。売却収入、まあ利益でいく。売却利益ってことですね、ええ。ってことはあれなんですね、ずっと一生死ぬまで持ってるっていうよりかは、はい、もう途中でなんかあんま収益違うやつに乗り換えちゃったりとかするす、ね、そうです、そうです。なるほど。そうです。おっしゃる通りで、よくあまりご存じない方は、買ったら、うん、返済期間20年とか30年までかかるんですよねって言いますけど、うん、実は違います。そんな持たないです、うん、なるほど、はい、だいたいいいタイミングで、うん、早い時は5年とか10、また15年ぐらいでもう売るんですね。なるほど、なるほど、はい、自分で持ってるものを売る。そうですね、うん、はい、でこれちゃんと次買ってくれる人いるんですよ。それでもまたローンを組み直して彼にとっては利益出るので、うん、
運用的なので、確かに確かに、でこちらでも売った時でこう利益確定するので、うん、私たちこっち売る側にとっても嬉しい話なんですね。なるほどですね。キャピタルゲインは終わったら結構ドガーンって入ってるイメージなんですね。そうですね。なるほどなるほど、うん、例えばですけど、私が持っているもので、はい、ある一つ売ろうかなと思っているものがあって、はいはいはい、これでちょっと査定してもらったんですけど、うん、インカムゲインの 6年分が一気に入ることが分かりました、うん、へえ、売却益でってことですか、はい、いやすごいな、じゃあ、はいはい、じゃあなんだろう、10万円のところ実質持ってたりとか、ね、それを6年分入るんですか。そうですね。いやすごいな。ですから そこまで分かってなったらもう売ってもいいかなと、うん、まあ、持ってても本当に毎月これ安定してるのでいいんですけど、でも売却収益確定してさえまた買えばいいじゃないですか。そうですね、またいい物件を回ってそういうことです。なるほど、はい、考えたらなんかお得ですね、2つもあるんで、でこれどういう仕組みかというと、よく言われるのが値上がりした利益ということを言う人いるんですけど、はいはいはい、まあそれはそれで嬉しいんですけど、うん、それよりも確実なのは、うん、売り値から、これも式で単純な式です、うん、売り値からローンを払った残債、うん、残額ですよね、うん、ローンから残債を引く、なるほど、はい、やっぱり5年10年とか持っているとですね、これ残差下がっていっているので、うん、なるほど、これちょっと簡単に書くとですね、これ時間ですよね、で残差ってだんだんこう下がっていくわけですよ、だんだんこう、そうですね、毎月支払ってるから、そうですよね、はいはいはい、はい、でもちゃんとした計画でいい、私のね手法でやるといい物件を持てばですね、うん、例えばこの時点っていう時には値段が、まあ、同じだったらいいんですけど、まあ、下がったとしてもこれぐらいわずかなんで、でちょっと下がった想定にするとここのところが利益になります。なるほどね。でもこれも1億規模の案件だったら1000万とかそういう利益出ちゃうんですよ。なるほどなるほど、はい、すごい結構ドガンって入る感じですね。ドガンって入ります。でそのお金をもとにまた銀行で融資組んでもらって、はい、新たな物件を買っている、はい、そういうことです。なるほど、ずっと長く持つもんじゃない。あ、なるほど。この間僕もなんか相談を受けたんですけど、はい、こう例えばこう持ってて地震が起こったらどうするのとか、死ぬまでにとか、はいはい、洪水が起こってとか、そもそも多分そういうところ大丈夫なところのエリアを買うっていうのは前提ですよね。リスクをちっちゃくするっていう、そういうことです、ね、もし仮にそれがないようにも途中で売っちゃうから、はい、その期間ってやっぱ短いじゃないですか。短いです。5年とか10年とか15年だから、はいはい、って考えたら本当リスクは極限まで下げてやった方がいいと、はい、やれてるってことですよね。そうですね、うん、はい、なるほど。でもいいな、うん、本当にちゃんと、あと強調したいのはですね、うん、このからくりっていうのは別に最近出たビジネスモデルじゃないですよね、うんうん、ずっと昔からある、うん、江戸時代からもうね貸長屋とかあったじゃないですか、うん、うん、で昔からある産業モデルなんですよ、うん、確かにそうですね。家賃を貸してオーナーさんとか、そんなにそういうことです、大業とか、そうです、はいはい、うん、で丸木何も新しいことをやりましょうとかね、うん、で例えば FX なんてこう10年ぐらいですか、5年か10年ぐらいですか、うん、そんなもんじゃないし、なるほど、ましてや車で言えばね、水素自動車、はい、これから世に出すとかそんな話じゃなくて、うん、本当に昔から枯れたっていうか、なんてしやり方なので、うんうん、きちんと実績のあるやり方で計画を持ってやれば誰でも再現できるとは。なるほどなるほど、はい、特別なことじゃないよ、特別なことじゃないと、そういうふうに考えているけど、そうなんですね、でみんな現物ですしね、うん、建物、確かに物ですもんね、でも動かせませんからね、うん、誰か盗んで持っていくことできません。確かにそれはでもいいですよね。紙切れじゃないし、そうですね、はい、すごい安定してるんですよ。なるほどなるほど、はいはい、かなり安定ですね。安定です。安定、リスクを少なくやっぱり人にみたいな感じがいいですね、はい、そうですね。なるほど、はい、それが収入面ですか。はい、これが収入面になりますね、はい、作業面はでも気になりますね、その、そうですね、うん、こっちでこういうこと、ありがとうございます。作業面はですね、はい、やっぱり一番キーとなるのが、管理会社、うん、管理会社、あ、ここの管理費を払ってる管理会社とか、そうですね、なるほど、ここにですねオーナー、まあ私がいて、はい、
で、あのアパートはね、まあまたちょっと簡単に書きますけど、箱があって、ここは全面的にちゃんと面倒見てくれます。管理会社は。具体的にどういったことをなんか面倒見てくれるんですか、はい、これ。まず入居付け。入居付け。皆さんも部屋借りるときに、うん、例えばアパマンショップとかなんとかショップに行ったりとか行って、自分の希望を伝えて入るじゃないですか。うんうんうん、そういうことを全部やってくれますので。そうなんですね、じゃあ不動産自分で持ってるからといって自分が売る必要もなくここに任せちゃうと。そうです。なるほど。あとはまあ清掃とか、うん、あとクレーム対応とかね、うん、お問い合わせ際とか、うん、はい、あとはあ、まあ集金か、もちろんね、まあ今はもう銀行引き落としですけども、うん、集金とかもろもろのここに発生するも全てやってくれるので、こちらは私はもうオーナーなんですよ。うん、大家っていうとなんかこれするようなイメージあるじゃないですか。大家だとこっちの管理人もやってるようなイメージあります、ね。はい、そうですよね。やっぱこっちは大家って感じですよね。うん、ああ、なるほど。じゃあ大家さんとオーナーさんは違う。違います。大家さんってどちらかというとコンビニと店長みたいなもんですね。そう。あ、そうですね。そうです。で、オーナーさんは本当公民のオーナーみたいな感じですね。そうですね。なるほど。そうです、そうです。ってことは本当やることはないってことですね。で、ここから。で家賃が入りますし、うん、でこちらに払えと言っても自動引き落としなんで、うん、そんなにも私もしないし、なるほどなるほど、くるくるお金が回ってる感じ。なるほどですね。あの前木村さんが言ってた言葉ですごい面白いのがあったんですけど、はい、ローンをなんか積んでる人が払ってくれてるって言ってましたね。ああそうですね、そうですね、そうですね、はい。だってここから出金があったそのお金で木村さんが銀行とかにもローンとか返したりしてると。そうですね、ここからここから枝分かれして銀行にお金を返してくれるんで。なるほど。私は銀行に、そう、私10年間銀行に1円もお金返してないです。あ、そうなんです、はい、あ、でもじゃあほんと引き落としで。そうです、そうです。あ、なるほど。ですからここに85部屋あるんですけど、はい、85人知らない人ですよ、はい、会ったこともないし、はい、まあ、名簿を取り寄せれば名前とか住所ぐらいもちろん、はいはいはい、また見る権利あるんですけど、はい、85人が私のためにあこっちかローンを返してくれてる。余った分だけもらえるみたいな。そうです、そうです、もちろんこの85人の方は木村のためにねローン返してるイメージもなくイメージはないですよね。だから住んでるだけですもんね。なるほど。住んでくれてるので気に入って住んでくれてるので、うん、喜んでくれてるので、うん、社会貢献もしてる。まあ社会貢献ですよね。そうそうそう、住む場所を提供してるわけなんで、何も強制して詰め込んでるわけじゃないので。そうですよね、そうですよね、はい、なるほど、なるほど。って考えたら本当不労所得が入る理由っていうのもすごい明確ですよね、はい、作業面で一切かかんない、ここでお金を払っちゃってると、はい、ちゃんと計画立ててれば、はい、家賃から引いた分のお金もインカム原因として入ってくるし、はいはい、もしこう自分のこう物件が売りやすくなってる時には売ってキャピタル原因で1000万とか1億の物件が入るわけじゃないですか、はい、そうですね、その両方でやっぱ稼いでいけるっていうのが不動産としての仕組みってことですよね。はい、そうなりますね。そんな感じですかね、全部の時は、はい、本当に今仕組みとおっしゃいましたけど、うん、この言葉は大事ですよね。仕組みで仕組みを作るか、うん、仕組みですね。なんかもうイメージで言うともう自動販売機みたいなイメージですよね。コインランドリーみたいな、ね、あ、駐車場みたいな、本当にイメージですね。ああ、それもイメージですか、うん、毎月毎月こうお客さんが入ってきてくれて、感じですもんね。ですからよく人に不動産投資稼げますかって聞かれるんですけど、うん、あの稼ぐって感じじゃないんですよと私言います、うん、なるほど。なんか稼ぐってなんかこう労働じゃん、あ、労働してみたいな、はい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 、稼ぐじゃなくて仕組みがあの利益を生んでくれますよって私答えますね。なるほど。稼ぐ意味じゃない。でもこの仕組みをやるには、多分大事な4段とか5段で話すんですよね、これの。そうですね、計画とかやり方がめっちゃ大事なんですよ、手法っていうのは、はい、それを多分ねまた話してくるんで、はい、続きを見ていきたいですね、はい、そんな感じでですね、はい、今回第2弾ということで不動産投資の仕組みという話をしました。でこの動画をですね見ていただいて不動産投資興味出たなとかもっと詳しい動画知りたいなとかっていうのがあれば、この動画の説明欄ですよね、はい、に木村さんか僕の動画あの LINE の URL があるのでそちらから登録していただければ旬な情報だったり、はい、そうですね、ガンヤットでしか配信しないような情報だったり、入るんでぜひですね登録していただけたらというふうに思います。はい、はい、でまだまだ続くんで第3弾はですね、じゃあこの融資の話ですよね、はい、銀行で借り入れる融資の話について話していくのでですね、はい、
ぜひ次も見ていただけたらと思います。はい、菅原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。